はい、どうも、よしきんでーす。本日は、ビレッジヴァンガードアウトレットでね、またね、無駄に買ってしまいました。もう、あそこ行ったらダメだね。ビレッジヴァンガードアウトレットってさ、本当にね、ガラクタばっかり売ってんだよ。本当に。ボロボロのアウトレットだから。もう、ガラクタばっかり売ってんだけど、ね、もう 70% オフとかさ、ほんで、さらにそっからね、クーポン使ったら 20% ね、割引とかさ、もう割引率がすごいからさ、つい買っちゃうんだよね。つい買っちゃうんだよ、アウトレット。ビレッジヴァンガードの。で、買ってからね、いらんかったなって思うことが、まあ、多々あるんだよね。で、今回もね、またね、買っちゃいましたよ。はい、じゃーん。DC のカード。昔のね、アメコミの DC のカードですね。これもね、360円が 70% オフ。ね。だから買っちゃいました。ね。なぜ買ったかというとね、これ見て。ボーナス、ホログラムス、ランダムリー、ランダムリーインサーテッド。ね。英語が読めない俺でもわかるわ。ボーナスとしてホログラムカードがランダムで中に入ってるよって書いてあるんでしょ？ホログラムカードが、あ、落ちた落ちた。ということで4パック買いました。ホログラムカードが欲しい。どんなホログラムかわからんけど。はい、行きまーす。うわぁ、昔の DC。うわぁ、昔ですね。うわぁ、昔。うわぁ、昔だ。ホログラムカードなんか入ってんのかな？うわぁ、昔ですね。うわぁ、昔や。なんでさ、ずっと昔ばっかり言ってんの？いや、昔のカードばっかりやから。こんなロボットやろ。誰これ？あー、ホログラムじゃない。あー、ホログラムカード入ってへんな。入ってんのかな、ほんまに。でも、ランダムに、ボーナスで、ホログラムス、ランダムなんたらって書いてあるもんな。ホログラムカード欲しいな。ワンダーウーマン欲しいわ。わあ、地味なカードばっかやな。全然ホログラム感がないわ。あー、ないわ。ホログラムカード当たりにくいんだな、多分。あー、これはちょっと厳しい戦いや。ホログラムカード欲しいな。やっぱり入ってへんな、ホログラムカードは。ほら。ああ、これは誰も、ええ柄も。ワンダーウーマンが欲しいのにな。あ、ワンダーウーマンや。スーパーマンも地味。ホログラムカードないわ。あれ、ホログラム。ホログラムズって書いてあるもんな、ランダムに。頼む、ホログラムカード。ああ。入ってへんな、ホログラムは。ああ、外れた。いや、でもホログラム入ってんのかな、ほんまに。ボーナス、ホログラムス、ランダムって書いてあるもんな。まあ、これ単純に外れたんでしょう。ね。はい。そして次買ったのは、じゃーん。アドベンチャータイムのよくわからん人形。しかもこれ、3980円もする。で、これは 50% オフなんですけど、まあ、それでも2000円くらいするんですよ、これ。冷静に考えたらそんないらんかったかな。ね、でもね、なんていうの、このポンコツロボ感。ね。しかもこれもう俺が買わなかったら一生ね、倉庫で眠ってるんじゃないかと思われるぐらいボロボロ感。ね。もうこれは開封しますよ、もう。え、見てて。え？こちら。これはもう開ける。うん。どうなってるの？でも。もう触らんといてよ。色動く。そう。これ何なのこれ。はい。
彼怒ってます。でもねこれね、なんと手動くんですよ、ね、そしてなんとですよ、じゃーん、寝たり、あ、これかわいいわゲームの画面になった。いやー、これはもういいでしょ、もうこれは買っちゃってもいいでしょ、ほら。いや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 、まあ2000円ですけど、2000円で安いかと言われたらそんなに安くないんですけどね。いやでもこれあれですよ、 Amazon とかで買ったらもっとすると思うよ多分ね。まあ買っちゃったという話ですね。やっぱりダメだな、ビデ版は。ビデ版アウトレットがもうほんとまずいから、ね、みんなもね一回見に行ってみ、ガラクタばっかりやろか。なんかもう顔もちょっと汚れてるしな、これ。ね。あとで拭いたろ。ね。もうとりあえず気をつけて。本当に。ビデ版アウトレットはもうすごいガラクタばっかりやってね。それがもう 70% オフとかでつい買ってしまうね。魔境だから。ね。本当に。一歩足を踏み込んだらね。もう気がついたらガラクタいっぱい買っちゃってるからね。本当に。はい。ということです。以上、よしきんでした。バイバーイ。